ている部分と似てない部分があるから、お前と同じ空気は吸えないと思う。何の意味もない会話を重ねてゆけたなら、そばにいてもいなくても不安なら言いたい、どこにいればいいんだ、お先にごめんな、お先にごめんな、今もまだ帰らない自分が止まってるみたいだ、お前は変だと言われて喜ぶ自分がいる、嫌味を言われているのに気づこうとせずに、お前はバカだと言えずに悔やむ自分がいる、あれが最後の会話だったとしたならば、入る時も出る時も謝って言いたい、何をしに来たんだ、お先にごめんな、お先にごめんな、今はまだ帰れない自分が止まってるみたいだ、似てる部分にはもう十分惹かれから、似てない部分に惹かれ合う準備が必要なんだぜ、お先にごめんな、離れても構わない、お前を知っているから、お先にごめんな、お先にごめんな、今もまだ帰らない、俺たちは進んでいるんだから、進んでいるんだから、